はい、どうもです。なんと、23時にフェスの結果が出るということなので、今私は待機しております。本当に23時に来るのでしょうか。ちょっと噂でね、聞いたんで、めっちゃ待機してました。あと1分だ。来た。来たぞ。来たよ。本当に来るのか、発表。大事、ここ大事。ハイカラニュースの時間だよ。今日もハイカラスクエアの片隅からテンタクルズがお届けします。ステージ発表の前に臨時ニュース。本当に来た。え、ガチで来た。うわー、投票率は、あ、じゃあ得票率か。選挙選挙、今日選挙だったしね。まあ、でもこれ本当に勝ちそうな気がする。本当の方が多いと思う。まあ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 、まあ、でも結果はどうなんだろう。勝率大事、貢献度大事よ。どっち？うえマジで姫ちゃん3勝じゃん。全部勝ったじゃん、お前。全部姫ちゃん持ってったわ。最後の最後に。あんなに最初負けてたのに。一番最初の姫ちゃんずっと負けてたのに。うわーマジで。うわ、一勝ぐらいしたかったな。レギュラーでもチャレンジでもどっちでもいいから。飯田ちゃんに一票ぐらい。負けたかったな。僕、秩序派だったんで、負けてしまいました。最後のベース負けちゃった。まあね、どっち勝ってもね。まあ、今回楽しめたし、よかった。コントン派のみんなありがとう。展開が読めないカオスなバトル活かしてたぜ。秩序派の皆さんもとても頑張ってましたよ。さて。はい。私が望む世界ってやつだけどな。う、笑顔はできています。私たちテンタクル。え、なに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 ？解散？え？フェス中にずっと考えて出した答えなんだ。ちゃんと聞いてくれよ。わかりました。言ってください。今回のファイナルフェスをもって、本格的に世界進出することに決めたぜ。あ、よかった解散じゃなくてよかった。おめでとう、ゆめちゃん。おめでとう、おめでとう、世界進出おめでとう。あ、よかったよかった。この流れが怖いよね。世界進出するんだ。おめでたい。すげえおめでたい。この後は、皆さん自分で見てください。ちょっとネタバレになっちゃう可能性もあるので、皆さん自分で見てください。カットしますね。